あかりちゃん、ミルクですよ。おはようございます。あかりちゃん、寝てますね。じゃあちょっと抱っこで連れてきましょう。あかりちゃん、よいしょ。今抱っこしてるので映ってません。あかりちゃん、ね、よく寝てる。あかりちゃん、あかりちゃん、よく寝てますね。ミルクなんですけど飲んでください。今日のミルク、今日5月24日で、あ、5月じゃない、6月24日ですね。寝ててもミルクっつうと起きるね、君は。ちょっとこう、お尻のあたりがですね、ちょっと、ふかふかになってます。ちょっと毛代わりがうまく今できてなくて、ちょっとハゲてますけど、なんとなく、毛が、出始めてる感じがします。ちょっとこう皮膚が薄く黒くなってきているので、これから毛が生えるかもしれません。アモラさんなんで、あんまりはげるとシングルコートなのでちょっと寒そうなので、冬までには生え直してほしいなと思ってます。ただ問題がありまして、体重がちょっと増えすぎてます。あんまり増えるとね、人間同様、歩いたりとか、ちょっと体を動かすのが支障が出てくるので、あんまり太らせたくないんですけれども、ただ、低血糖になってしまうと神経症状ひどくなるので、ちょっとこう、どうしたものかと。美味しいけどカロリー低いものとかちょっと探そうかなと思ってます。森永のシニア用ミルクとかちょっと検討してみようかな。今、子猫用ミルクなのでちょっとカロリー高めなんですよね。無事にロイカナのミルクも届いたので、飲ませています。やっぱりロイカナの方が好きみたいですね。ただ、ロイカナのミルク、大豆タンパクかなり入ってて、カナダ産の日動に比べると植物率が高いので、もしかするとカナダ産のミルクを外してロイカナだけにした方がいいのかもしれません。飲んだ。飲みましたか。飲みました。かわいいですね。今日もかわいいですよ、あかりちゃん。今日お仕事行ってくるからね。やっぱりこう足が、ちょっと分かりにくいんですけど、ちょっとごめんね。足がこんな風にこう完全に伸びてはいない状態なので、ちょっと力が入りにくい状態です。って言いながら、まあそれなりに歩いてます。どうしたいのかな。もうミルク終わりだよ。お水飲みたいですか。あ、お水出してなかったね。じゃあ、あかりちゃん、今日の撮影はこれで終了で、次、お水出しますけど、それでいいですか？そこに潜りますか？最近あれだよね、頭隠して尻隠さずが多いよね。はい、じゃあ、あかりちゃん、おやすみなさーい。